コスペートは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体で、コマルカダテイラ茶に属する。自治体住民名簿によれば、2009年の人口は5231人。住民故障は、規範では認められていないが、男女同系のコスプテンスが使われる。自治体中心地区はアフェイラドモンテ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.71%。 ピノ教区にあるカルダローバの塔は中世の城塞、またカルダローバ城間は17世紀の館。また第二次世界大戦中にドイツ軍によって建てられたアルネ色の塔と呼ばれる高さ112メートルの3つのアンテナがあり、これはビスケーワンの潜水艦や飛行機追尾のためのアンテナであった。2007年の地方選挙の結果、 自治体市長は、ガリシア国民党のアルマンド・カストーサ・アルバリーニョ。自治体表議員は、ガリシア国民党。9、ガリシア社会党。3、ガリシア民族主義ブロック。1となっている。コスペートは20の教区に分けられている。ありがとうございます。